どうかしましたか？一体、あれは…なんなんだ？ここからだとよく見えないけど、かなり大きいね。高さから察するに、カセドラルシダーと関係がありそうですが。ひとまず、急いで王都へ戻ろう。近くで見るとなんだかおぞましいな。巨大なキノコの傘みたいだ。戻ったか、カーディナル様。あのカセドラルシダーにできた網目状の傘のようなものは。気づいたらできておってな。少しずつ広がっているようなのじゃ。一体何の目的であんなものが。わからん。調査は進めているが、アドミニストレーターの目的にはたどり着けていないのじゃ。それよりもキリト、北帝国では一体何があったのか話してくれるか。ああ、例のカラントにできていた種子については何か分かったのか。あれについては様々な方法で調べてみたのじゃが、分かったのはあの種子の中身が空ということだけじゃ。空ですか。うむ、中には穴があるだけで、そこには何も入っておらん。いよいよ手詰まりじゃな。そんなこともないさ。これを受け取ってくれ。これはまたもや種子か。北帝国ではカラントが皇帝の墓に生えていて、かつての女帝を蘇らせていた。そのカラントに種子ができていたんだ。ふむ、二つの種子があれば比較することができる。わしは引き続き種子の調査を行うとしよう。エルドリエと同じで、ディソルバートもカラントコアに捕らえられていた。ディソルバートの話によると、頭巾をかぶった男にディープフリーズをかけられたらしい。そのカラントコアからは種子が回収できなかったんだ。その後叫び声が聞こえて駆けつけたら、女帝カヨーデが何者かに殺されていた。なんと、そんなことがあったのか。ああ、その頭巾のやつに向かって矢を放ったらしいけど、見えない壁みたいなのに弾かれたって。見えない壁か。正体がつかめなかったことは残念じゃが、お主らやディソルバートが無事なのであればよしとしよう。そやつとはまた会うことになるじゃろう。十分に注意するのじゃ。最高司祭代理殿、我からもう一つ報告がある。聞いていただけないだろうか。うむ、聞かせてくれ。我は凍結を解除された後、最高司祭芸家の意志が流れ込んでくるのを感じた。そして気づけばキリトたちに剣を向けていたのだ。あの女の意志が。その意志はどんなものだったんだ。詳細は覚えてはおらぬ。その意識の中で我は最高司祭芸家に従うことを絶対と考えていた。それゆえキリトたちと戦ったのだ。やはりパイエティモジュールを通してアドミニストレーターの意識が流れ込んできたということか。肉体が死してもなおその真意が一切枯れぬとは、つくづくしぶとい女よ。承知した。その件に関しても原因をできる限り調べてみる。なあカーディナル、元老院統括代理の男、ハーシリアンって聞いたことあるか。いや、ないな。そんな役職が元老院にあったような記録もない。
そいつが最高司祭の復活を目指していると言ってメディナに接触してきたんだ。なんじゃと？だから調べてほしい。そうは言っても元老院は今天井に浮かんでおる。どうにもできんとは言えるが、記録にあるユニット名を閲覧してみる。とはいえまずは早速種子の解析から始めることにしよう。お主らはベルクーリのところへ行くのじゃろ？ええ、カーディナル様にした話をおじ様にも報告しに行くつもりです。それからキリト、メディナ殿のご様子はいかがですか？なあ、オートに帰ってからすぐ冒険者たちとどこかに行っちゃってさ、もしかして何か用だったのか？いえ、特にそういうわけではありません。少々気になっただけです。メディナはルーリットの村での一件があって以来、冒険者たちと剣の鍛錬に赴くことが増えた。おそらく今回もそのために出かけたのだろう。皆と共にもっと強くならなければ、アリス様やキリトに私の志を理解してもらうために。今のままでは私は何も成し遂げられない。救世主様、どうしました？別に何でもない。そうですか、元気がないように思いました。私のプリン食べますか？ありがとう、でもプリンは今いらない。わかりました。なぜお前はずっと私と一緒にいるんだ？それはあなたが救世主様だからです。そうじゃない、一体なぜお前たちは私のことを救世主だと思うんだ？これは救世主様、奇遇ですね。貴様、一体何の用だ？そう警戒なさらずとも、危害を加えるつもりはございません。ではなぜここへ？第一、人界の民を脅かし世界を破滅に導こうとしているのは対策本部である。そのように思われませんか？わけがわからないことを。無能なこの兵を野放しにして表面的な対策しか行わず、あなたを否定する彼らの正義は一体どこにあるのでしょう？そして対策本部が抱え込んだ滞在人が最高司祭様を殺めたことは紛れもない真実。しかしそれには理由があると聞いた。ではなぜあなたは今彼らと離れ仲間たちと共にこんな場所に留まっているのですか？それは、一体なんだ？いいえ、あなたの正しさ、真実を見極める力に喝采を送りたくなったのです。さすがはオルティナノスケ最後の救世主だ。強く正しく、決して誇りを失わない。なぜその言葉を？偽りの氷教会などに魂を売る必要は寸分もありません。さあ私と共にご自身の使命を果たすのです。貴様、今の氷教会を偽りなどと言って無礼にも程があると思わないのか？無礼？最高司祭様を殺した滞在人を抱き込む集団と最高司祭様の真なる中心である私、果たしてどちらが正しく、どちらが背信の徒であると思いますか？そんなこと。俺が殺したんだ。でもキリトは私に本当のことを隠していた。随分とあなたは複雑に物事を考えるようだ。さすがは思慮深いオルティナノスケの女性というところだが、貴様、オルティナノスケについて
一体何を知っている？真実とは至極単純なもの。向き合うだけの強ささえ持っていればその手の内に掌握できる。真実に対し疑いがあるのならば確かめてみればいいだけなのです。確かめる真実を？ええ、私があなたを真実までご案内しましょう。あなたがお望みならばね。もしや恐れているのですか？あなたは真実に向き合うだけの強さを持たないと。ご先祖様はさぞかし悲しまれるでしょうね。承知した。真実とやらを見せてもらおうじゃないか。だが何か不審を感じれば即座に貴様を斬る。ありがたき幸せにございます、救世主様。ねえ救世主様、どこに行くの？ここで待っていてくれ。はい救世主様。それでは参りましょう。システムコールコネクトトゥージアドレスコーディネーツ012000。扉が。さあこちらへどうぞ、私の救世主様。ああ、ここはセントラルカセドラル最上階です。なんだと？この最上階は今や天井にあるはず。私は元老院統括代理、最高司祭様より拝命を賜っています。故にこの聖域への出入りを唯一許されている。これはもしや。謁見するのは初めてでしょうね。そう、このお方が最高司祭様。こんなにも美しいお方であったのか。それ以上は近づかないでください。ああすまない。声を荒らげ申し訳ありません。このムクロは目覚めを待つ非常に繊細な存在、迂闊に近づくべきものではないのです。ムクロと言ったな。ではやはり最高司祭様はここで命を落とされたのか。はい、そして今はただ深い眠りの中で救世主による救いを待っておられます。救世主による救い？ええ、それでは過去手術により今から真実をお見せいたします。システムコール、ジェネレートアンブラエレメント、ジェネレートクリスタリンエレメント。フュージョンエレメント。アクセストゥパストログデータ。さあご覧ください。よもや剣が2本ともに金属ではないとはね。こうなれば仕方ないわ。予定より随分と早いけれど、一足先に行かせてもらうわね。いや、どこにも行かせない。ここで決着をつける。こしゃくな。これでお分かりでしょう。紛れもない真実である。そして奴の行動に正義などは存在しない。しかし
メディナ・オルティナノス、あなたは選ばれし者。最高司祭様。悪しき黒の剣士によって倒された私を復活させれば、あなたを再び配下として認めましょう。今のは一体、これはムクロでは。これは最高司祭様の残された意志です。私はこの声に従い、あなた様を探し続けていました。だが、いくら最高司祭様でもムクロが話すなど。オルティナノスケ第三代目当主タバルは、遠い過去果ての山脈より送られてきた多くの先遣隊を相手に戦った。だが彼の行動は功績を妬む一部の貴族によって疎まれ、事実をねじ曲げて伝えられてしまったとされていますね。正しきことを行ったのに、タバルは皇帝により不敬罪を言い渡され、王と追放された。なぜそのことを知っている。あらゆる記録から抹消され、我ら一族しか知り得ないことを。以前申し上げたとおり、私はオルティナノスケに関してはよく存じているのです。オルティナノスケは汚名を着せられ、虐げられながらも真なる正義を貫く一族。そしてあなたは約束の時に現れた最後の救世主なのです。私は最高司祭様より予言を言いつかっています。予言？オルティナノスケ最後の当主メディナこそが眠る最高司祭様を目覚めさせることができる。自身の復活に手を貸せば、必ずやオルティナノスケに栄誉を与えると。最高司祭様がもう一度我らオルティナノスケに栄誉を与えてくれるだと。ええ、私はあなたの忠実なる配下として復活の道の手引きを務めましょう。しかしそんなことが本当に可能なのか。それはあなたの実力次第です。どういう意味だ。今人海を追う傘の存在をご存知で。あれは一体何なのか。最高司祭様の復活のために必要な装置です。あの傘は人海のリソース、つまり新勢力を吸収する。人海の新勢力を。はい、だがそれだけでは足りない。故に生命の花、あなた方の言うところのカラントが存在するのです。しかしカラントからは魔獣が現れているではないか。その魔獣こそが最高司祭様復活の鍵を握るのですよ。魔獣が？カラントが生み出す魔獣の天命は新勢力の塊。彼らを倒すことによってカラントは生命の果実をつける。私はカラントの種をまき、魔獣を討伐してはその果実を回収してきました。全ては最高司祭様復活のため、必要な新勢力を集めるという目的のためです。もしやあの時お前が魔獣を討伐していたのは。もちろん最高司祭様復活のためです。ですが私の手だけで必要な新勢力を全て集めることは不可能。やはり選ばれし者であるオルティナノスケ当主の力を借りることが必要であると分かりました。とはいえ強要はいたしません。全てはあなた次第です。もしもだ。まだ決めたわけではない。だが教えてくれ。私が最高司祭様の復活に助力するとすれば、一体何をすればいい？オルティナノスケ最後の救世主であるあなたは、異界の戦士たちを従わせることができる。その才能を生かし、より多くの異界の戦士たちを集めて軍団を編成し、指揮官として統率を取ってください。そして魔獣を倒し、最高司祭様復活の元となる身を集める。そうだな。はい、集めた身は私の指定したカセドラルの秘匿領域へと届けてください。座標はその時にまたお伝えいたします。この使命を成し遂げれば、オルティナノスケは再び選ばれし者として認められ、その汚名は注がれる。民衆を導くことこそがオルティナノスケに与えられた使命、そして存在意義。しかし注意点が一つ。注意点だと？どういうことだ。
各地に現れた生命の花は最高司祭様の命の源となる大切な媒介です。故にその媒介を切ることは何があっても阻止しなければなりません。でもカラントを切らなければ魔衆がまた現れてしまうのではないのか。あなたはご自身のお力を疑っておられるのですか。何、花からまた魔獣が現れる、実に素晴らしいではないですか。新たな最高司祭様の命の源が増えるというだけです。かの魔獣をまた殲滅し身を集めればいい、ただそれだけのこと。それともあなたは次々と現れる魔獣を殲滅できないと感じるのですか。違う、私はそんなことを問うているのではない。民が心配で犠牲を恐れて一体何が手に入るのでしょうか。武に優れたオルティナノス家らしくない発想ですね。ご先祖様はさぞかし悲しまれるでしょう。そうやすやすと決断するわけにはいかない。私は対策本部に所属している身だ。おかしなことを言いますね、救世主様。何がおかしいと。所属とはつまり居場所のことを指します。あの集団にあなたの居場所など最初からどこにもないではありませんか。何を。一つ私から質問しましょう。あの滞在人の隣にはいつも誰がいますか。キリトの隣。それはあなたでしょうか、それとも。わからない。人は誰しもが最も思考を拒みたい問題について考えるとき、その言葉をつぶやきます。しかしそれは凡人めいた弱さでしかありません。強く正しく誇りを失わないオルティナノス家はそのような弱さとは無縁のはず。ご先祖様はあなたにも同じことを期待しているでしょう。そしてあなたが正式なる氷教会のもと正しき道を歩まれること。正しい道。